苦手な分野の課題曲な上に、あの親父が見に来るという最悪の状況に、ちょっとうろたえていたけど、とにかく全力を尽くす、それだけを考えることにした。ここで弱音を吐いてなんていられない。努力さえし続ければ絶対いけるって思って練習してたら、喉を痛めてしまった。最悪な状況を良くするために努力した結果、どんどん悪い方向に向かっていくなんて、なんか笑っちゃうよな。こんなネガティブな状態でみんなと一緒に訓練しても迷惑をかけるから、思い切ってボイストレーニングを休んだ。代わりにベッドの上で喉に負担がかからないような自主練をしてた。一人で自分の部屋で練習してて感じたんだ。私ってなんてちっぽけな存在なんだろって。自分の力を過大評価しすぎてたのかもしれない。絶対に負けないって自己管理もできない人間が何言ってんだって感じだよな。